これで見やすい両方見やすい。えー、新着ルじゃん。えーうん、うんさん、初エルです。布団ちゃんはフォビアという漫画知ってますかさまざまな恐怖症をテーマにしたオムニバス形式の漫画で面白いで読んでみてください。ちなみに最初のテーマは、隙間恐怖症ですえぇ、ー、それちょっと面白そうだ、それだ。フォビア。 フォビア。おうんフォビア。テーマは恐怖症だって。えー、いろんな恐怖症に対する漫画だって。あこれちょっとかいですね。僕ちょっとこれちょっと読んでみますけどえー、牛島君、布団ちゃんアニメオープニング。これなんですか、これ。布団ちゃんアニメオープニング。 タグみたいになってんの俺ガリバー史上最大のスーパー初売り一年で一番セール者が揃う1月が来たん ちょっと暗くて怖いな。これ、チンポとか出てこねえだろうな。ああ、なるほど。あ、こういう系ね。あ、こういう系。あ、こういう系ね。まあ、今日ぐらいはちょっとさ、いいじゃないですか。ね。今日ぐらいは。今日ぐらいはいいでしょ。あの、なんていうのかな。いいさ、ドラマ見た後のこの、 なんつうのかな、こうヨハにさ、うん、もう少しすがりたいっすよ。え高田健章さん、松本君、明日はオートサロン行くのに、今晩夜間作業入っちゃったよ。夜勤サクッと終わらせて、明け方にマスカリまで行こうかな。水槽エンジンが乗った86があるらしいね、楽しみだ。新型 R35 もみたいな。高田健章さん、お久しぶりです。でも高田健章さんが言ってることがいつもよくわかんないっすよ。 な何のこと言ってんだこれ水素エンジンが乗った86。新型 R35。これ何の話なのこれ車の話これ。車か。陰陽選手脇ガンダムさん。パチンコの連チャンはなくて大事な商談すっぽかしたことあるけど、始末書と本部長のマジゲりでんだぞ、ね。よかったですね。<laughs> にあげる。感謝します。あれ、陰陽選手脇ガンダムさん。なんかあれじゃなかっしたっけなんかあの、あれなんかし、新入社員口説いて、なんか、 クソ怒られたたっっって人じじゃゃなかかっっけ住んでねえじゃねええ、まあ、もしかしたら、あの、仕事はしっかりする人なのかもしんないんだな。いるんだよ。あの、そそ、ね、いろんな、あの、ルール違反するんだけど、仕事だけはしっかりお前するよなってやる。もしかそういうやつかもしんない。えー、最一杯さん、にあげる、感じします。えー、お米の妖精、おめこまんさん。マサオの強靭な左腕が直腸に入って離れないよ。マサオ、そろそろさよならエレジーしないとだよ、マサオ。何言ってるか分かんないです。にあげる、感謝します。 えー、平成たのぎ合戦ちんぽこさんお疲れ様です友達のさんなんだこれ友達のこれなんていう会社分かんないけど社員から今人気なのはエヴァゴジだけど裏で人気なパッチはアズールレーンって聞いて久々にう久々に聞ん今度久しぶりにパッチを打とうと思うんですがアズールレン打ったことありますかいやちょっと分かんないですねアズールレーンってなんすかレーンってなんかあれ羽物 ちょっとなんとも俺、エヴァゴジはまだ打ったことないんだよな。うん。えー、あ500分の1なんだ。あ、それはすごいね。今、この時代で。ちょっとわかんないです。えー、シミだらけのダきまかさん。龍河ごとく成分は評判いいので聞く、えー、評判いいと聞くのは楽しみです。今日、昼休みに NHK 見せたら、黒岩が出て何か料理作ってました。今日からとんちゃん龍河ごとく配信さん何かの縁ですね。黒岩って多分認識しないであげてください。ね。うん。まあ、黒岩なんだろうけども、もう。 違うチャンネルで言ったら彼は黒岩じゃないんだから。うん、にゃんおさん、えぇ、ー、ふとんちゃん、りゅうごくせぇやったけありがとうな。キムタクのサブクエはいつやるんだやるんだい。待ってるよ。における。お願いします。あます。えー、キムタクのサブクエはもう、時が過ぎ、過ぎ去ってしまったな。えー、タコスさん、ふっちゃん、明日共通テストだよ。ふっちゃんからのエールが欲しいよ。えー、今日ね、あのー、共通テストを、 終わった後にぶんまたいろんなテストがあると思うんですけどそんな皆さんに向けてねのカツカレー作ってちょっとねあの動画化したんでねあのー、タコスさんがぜひね受かることを、あのー、祈って僕が動画に念を込めます、はいはい、その動画を見ればきっと受かるんでぜひ見てあげてください。はいえー、ということで えー、マ人間さん初ですンをプレイすると横浜行きたくないよね中華街とかちょうど来月横浜で稲葉浩二のライブがあるので楽しみですああいってらっしゃいえー、アリーナスかねあ違うなあもしかしたらハマスタかもしれないけど稲葉のねビーズのはいえー、っとあれしようかなやっぱこれねまたちょっと行きたいねあったかくなってきたら花見で横浜ぶらり旅 3月下旬か4月上旬ぐらいね。うん。ちょっと久々にね、ちょっと全然最近外行ってなかったからね。うん。ちょっと横浜のこのゲームをプレイして、まああのロス・ジャッジ・ベントやった時もさ、あの横浜あったんで、なんかちょっとランドマークをさ、あのランドマークって言っても違うあの、ポイントのことでさ、ある程度こうポイント、ポイントを決めて、おい、ここがさ、つくもの探偵事務所かみたいな感じで一回ぶらり旅したいね。多分ね、徒歩で十分。 なんとでもなると思うから、おそらく。うんまあ、ということでね、えー、また明日、えー、やっていきたいなと思います、えー。じゃあね、またどこかでお会いしましょう。また明日、おやすみなさい。